あなたの方こそ。私は全然平気です。それじゃ。私のバカ。ねえ、私の財布返して。500円玉1枚しか入ってないぞ。500円もお金はお金、私の大事なお小遣いです。懲りないやつだな、お前。それでも忍びか。超秘伝人工書ならその財布のようには返してやらんぞ。ううん、絶対に返してもらうよ。あれはこのお財布より大事なものなんだから。いつでも来い。 100% 返…そんなことない。私たちだって負けないよ。いや、お前負けないもん。まあどっちでもいい。戦えばすぐに分かることだからな。待って、ホムラちゃん。なんだ、今ここでやるのか。違うの、そろそろ夕飯。そうだな、だんだんお腹が空いてきたな。まあ確かに腹。でしょでしょ。お前何が言いたいんだ。はあ、だって2回も財布を取り返してもらったんだもん。お前自分の言っていることが。うん、いいだろう。ただし、うん、オッケー、任せて。その服のマークは。まあまあ、いいじゃないいいじゃない。どういうことだ、なぜ伝説の忍びが寿司屋にいる。え、ホムラちゃん、じっちゃんを。忍びの歴史の授業を受けていれば当然のことだ。じっちゃん、戦いはなしでご飯を食べるだけ、いいでしょ。いつまでも立ってないで座れ。寿司屋で飯を食うのは当たり前だ。私は太巻き500円分。ホムラちゃんは。私はお任せで。はいよ、お待ち。また来いよ。お前、忍びになって何がしたい。いいから答えろ。それは、じっちゃんの後を継いで忍びの道が。何を言っているのかわからん。忍びになってしたいこと、私はみんなの幸せを守りたい。どうして陰で。だって本当の正義って見返りを求めないと思うから。
なるほど。お前にもさっきの寿司屋の血が。え、どういう。お前のじいさんは現役時代、危険とか安全とか関係なく仲間のためとあらば先陣を切って突撃したらしい。おかしな話だろ。圧倒的な強さを持ちながら、いつも彼は傷だらけだった。何の見返り。それって刀と盾だ。ホムラちゃんは忍びになって何がしたいの？私は生きている証が欲しい。生きていてもいいと実感できる瞬間が欲しい。生と死は表裏一体だから、私は生きるか死ぬかの戦いを求める。それには忍びがうってつけだ。アスカ、お前は私に生の喜びを味わわせてくれるか。ここまででいい。忍び部屋に早く来い。キリア先生からビッグニュースなんだよ。ビッグニュース？半蔵学院にはもう一つ超秘伝忍法書があるって言うんだ。善を貫き通すためには、時に清濁合わせ飲むことも必要となる。それがゆえに半蔵学院には陰と陽、二つの超秘伝忍法書があるのだ。お前たちにはもっと早く教えてやりたかった。しかし学校長から使用の許可が下りるまでは完全に極秘にしなければならなかったんだ。そうだったんですか。ホムラが奪っていったのは、いわば陽の超秘伝忍法書。そしてここにあるのがもう一つの陰の超秘伝忍法書だ。アスカ、俺はお前に陰の超秘伝忍法書を授けたいと思う。え、どうして私に。私より強いカツネやイカルガさんがいるじゃないですか。確かに実力ならカツナギやイカルガの方がお前より上だ。しかし陰の超秘伝忍法書の習得に必要なのは力や技ではない。陰の超秘伝忍法書を習得するための修行は過酷だ。並大抵の覚悟で挑めば体よりも先に心が折れてしまうだろう。つまり何よりも心の強さが求められるのだ。心の強さ。だからこそ俺はお前に決めた。お前の忍びの道を極めるという強い気持ちに俺はかけてみたい。イカルガたちには別の修行が用意してある。あいつらもそこでレベルアップするはずだ。わかりました。私やります。陰の超秘伝忍法書を絶対に習得してみせます。よし、ならばまず俺の出す試練を乗り切ってみろ。
本番はこれからだ。陰の超秘伝忍法書の習得の修行はこんなものではないぞ。はい、望むところです。